これからルームツアーを始めます。よろしくお願いします。私の住んでいる物件は、東北地方のアパートで、間取りが 1LDK、広さがリビングが10畳、寝室が5畳くらいのお部屋です。築2年半くらいの比較的新しい物件で、家賃は駐車場込みで6万7000円です。収納が多い点と床の色が気に入って、この物件に決めました。リビングを紹介していきたいと思います。全体の雰囲気としてはこんな感じです。インテリアは古家具を中心にカフェのような落ち着いた雰囲気になるように選んでいます。まずこの部屋のメインにしているテレビ台は、ペジテという東京と栃木にお店を構える古家具屋さんのオンラインで購入しました。この雰囲気のあるデザインが気に入っています。上に置いているドライフラワーは、行きつけのお花屋さんでちょこちょこ買い足していたものです。イメージ通りの出来になって非常に気に入っています。ものによりますが、1つ300円くらいずつでした。テレビを挟んで、こちらには絵を飾っています。この絵は、ミュシャという画家さんのポストカードです。この方の絵がすごい好きで、よく見える位置に飾っています。手前には古道具を飾っています。カーテンはニトリで購入しました。この遮光カーテンが特に好きで、和紙のような質感が気に入っています。カーテンの横に置いてあるのが、古家具屋さんで購入したアートフレームです。これにメルカリで購入したドライフラワーのスワッグを組み合わせています。いい感じの紐はなくて、実はゴムで留めています。遠目ではわからないので、セーフです。こちらのチェストも古家具です。四つ足のちょこんとしたデザインがとても可愛くて気に入っています。R セレクトさんというオンラインで古家具を販売しているサイトで購入しました。おそらく3万円くらいだったと思います。で、中には IKEA で買った食器を飾っています。普段はこのように窓際に置いてますが、アイロン台として使ったり、ローテーブルとして使ったりしています。便利なサイズ感です。で、上にはメルカリで購入したアンティークのお皿にサンタマリアのベッラのポプリを入れています。置いておくだけで非常にいい香りがします。ここは 100g を1袋購入しました。香りも長いこと持続しますし、いい匂いなので非常におすすめです。次にこちらのソファーは仮木60の2人掛けのソファーです。一人暮らしにちょうどいいサイズ感であったり、座り心地であったり、いろいろいいところがあるんですが、なんといってもこのデザインがすごく気に入っています。メルカリでお安く購入できました。状態もいいので長く使っていきたい家具の一つです。ソファーの横には最近本棚を手放したので、本を床に重ねて置いています。新しい本棚を探している最中です。この奥に立てかけている絵は、東京ダンスという東京にある古道具屋さんで購入しました。確か4000円くらいだったと思います。インスタグラムもされてるんですが、とてもおしゃれで、店主の方が非常にいい方なので、おすすめしたいお店の一つです。こちらのダイニングテーブルは、ミンネという雑貨さんが手作りで作ったインテリアや、雑貨が販売されているアプリで購入しました。作りがしっかりしていて、色やデザインが気に入って購入しました。確か3万円しないくらいでした。こちらが古家具屋さんで購入したガラスのお皿なんですが、先ほどのチェストの上と一緒にサンタマリアのベラのポプリを入れています。反対側に香水とアクセサリーを飾っています。こちらのダイニングチェアはソファーと同じ仮木60のダイニングチェアです。こちらの絵も東京ダンスさんのものです。Amazon で購入したひっつき虫という粘土のようなもので壁に貼り付けています。観葉植物はゴムの木です。行きつけのお花屋さんで購入しました。鉢カバーはひと花というウェブショップで購入したものです。部屋にドライフラワーしか置いてなかったので、緑を入れたいなと思って取り入れてみました。雰囲気にも合っているので、非常に気に入っています。このラグは楽天で2万円くらいで購入したものです。インテリアが濃いめの茶色や黒が多く、床も暗い色なので、重くなりすぎないように白のラグにしました。北欧系のデザインで、ふかふかで気持ちいいです。上にあるのが、IKEA で購入したプーフです。確か5000円くらいだったと思います。
いいアクセントになりますし、ゴロゴロするとき枕にしたり便利です。こちらの照明が古家具屋さんで3800円で購入したものです。北欧っぽいデザインとこの綺麗な白に惹かれて購入しました。とても気に入っています。全体的に生活感の出るものは極力見せないようにしています。なのでアイテム数としては少ないんですが、一つ一つ個性のあるものを選んで殺風景にならないように気を配っています。キッチン周りはこんな感じです。よく使うものだけを出している状態にしています。洗い物は布巾を敷いてその上に置いています。左手にはニトリで購入したラックに主に家電を置いています。コーヒーやオートミール、フードプロセッサー、炊飯器があって、プレゼントでもらったコーヒーメーカーが一番気に入っています。美味しいコーヒーがすぐできるのでおすすめです。あとコップ類、下にはドクターペッパーのストックがあります。このキッチン横のラックは IKEA のもので使用頻度の高いものを置いています。小物類と仕事で使う道具、サプリメント類、あとお酒とプロテインを置いています。キッチンではあまり統一感を意識していなかったので色使いとかもバラバラなんですが、これから買い替える場合は黒かシルバーのもので統一しようかなと考えています。玄関の紹介をします。全体の雰囲気はこんな感じです。靴はよく使う革靴やサンダルを表に出している状態にしています。でこちらには雑貨を飾っています。奥には家族写真を飾っていますが、今は裏にしています。こちらは益子の陶器市で購入した一輪挿しです。でこちらが赤べこの、真っ黒バージョンです。首が動いて可愛いです。こちらのトレイには車の鍵を入れています。こちらはスツールの上に瓶に刺したドライフラワーを置いています。これは行きつけの花屋さんで買ったドライフラワーで3、400円くらいだったと思います。すごくまん丸で可愛いので気に入っています。洗面所を軽く紹介します。全体の雰囲気としてはこんな感じです。このラックは IKEA のもので前の家から使っているんですが、サイズがぴったりで気に入っています。タオルなどアイテムはできるだけグレーで統一するようにしています。 Amazon で購入したこのタオル研究所というところのタオルなんですけど、ふわふわで肌触りがいいのでおすすめです。何枚セットかが分かれていて、僕は10枚セット2780円で購入しました。カラー展開もいくつかあるので、シンプルなタオルを統一したい方にはおすすめです。洗剤や掃除用具は見えないようにこちらの収納に隠しています。寝室の紹介をします。全体の雰囲気はこんな感じです。ベッドはスノコの上にマットレスを敷いて寝ています。ここは楽天で6000円くらいで購入しました。マットレスは Amazon で購入したジレスというメーカーのもので、セミダブルで12500円くらいでした。低反発ですごく気持ちがいいです。シーツ類は全て無印の白で統一しています。頭側にはセメントレンガに木の板を重ねて照明や本を置く場所にしています。どちらも楽天で購入したもので合わせて3000円くらいだったと思います。セメントレンガは重いので動かすとき大変なんですが、この無機質な感じが好きなので個人的には気に入っています。プレゼントでもらったルームフレグランスもここに置いています。ニトリで購入した姿見と仕事用のアウターやカバン、掃除機、アラジンのヒーター、奥にある IKEA のフロアランプなどを置いています。最後までご覧いただきありがとうございます。インスタグラムでインテリアに関する投稿をしています。インテリアが好きな方や古家具が好きな方と関わりたいと思いますので、よろしければぜひフォローをお願いいたします。ありがとうございました。当チャンネルでは主にルームツアーの動画を月、水、金、土、日の週5日に
20から21時に投稿しています。今後の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。